飲むだけで痩せると話題のアイドル水について多くのご質問をいただいております。で、今回のご質問はこちらです。先生、レモンの代わりにクエン酸を使ってもいいですか、というご質問をいただきましたのでお答えしていきたいと思います。では結論からお伝えしますと、こちら、そもそもそのアイドル水を作る材料にレモンを使うんですね。そのレモンの中にクエン酸が入っているわけです。で、このクエン酸がデトックス効果があるので、その痩せる効果がアップしますよということで、まあ、レモンを使っているんですね。そこでそのご質問が、だったらこのクエン酸だけでいいじゃないですか、ということだと思うんですね。で、私の個人的な、まあ、考えとしましては、もちろん悪くはないんですが、やはりレモンが持つこのクエン酸以外にも、やはり脂肪燃焼効果があったりですとか、ビタミン C がいっぱい入っていたりとかですね、そういった他の栄養素も含まれておりますから、ぜひ痩せるアイドル水を作る時には、天然のレモンをしっかり絞っていただいた、その果汁を使って作っていただくのがもうベストなんです。ただ、まあ、それがなかなかできないという方はですね、こちら 100% 無添加のレモン果汁がありますから、そちらを使われてください。私のおすすめはこちらです。別動画でもご案内しているんですけれども、こちらイオンのトップバリューで買えるオーガニックレモン果汁、イタリアシチリア島産の有機レモン 100% のストレート果汁なんです。で、こちらがいいのはですね、こちら、その有機栽培された安全なレモンプラス香料などが添加されていない、もう完全に天然のストレートのレモンジュースなんですね。ですから、あなたもそのアイドル水作られる時には、レモンを絞れない時はですね、このような 100% しかも有機栽培で、ここに見えますか、見えるかな、有機ジャスマークがついている、そのジャスマーク認定商品なんですね。もう品質が良いわけです。だからこういった質の良いものを使っていただきたいなと思うんです。で、またこういったのが手に入らない方、ご質問にもありましたが、ポッカレモンもいいんですか、とかね、あるんです。で、いいんですよ、いいんですけれども、ポッカレモンなどはですね、香料、香り付けがね、ちょっとされてるんですよ。なので、その完全その 100% というわけではないですから、まあ、できればその1番はこちらで、2番はそのポッカレモンの、でもやっぱりポッカレモンさんもですね、果汁 100% だけおすすめなんですよ。その余計なもの入ってませんから、あちらもレモン果汁は一応 100%、まあ、プラス香り付けで香料が入っているというだけの違いですが、まあ、そこはですね、おすすめこちらになるんですけども、悪くはないんです。で、またこの別のご質問でもあったんですけれども、レモン果汁 20% は使っていいですか、というご質問もいただきました。私はそれはね、おすすめできません。なぜかというと、その 100% のうちの 20% だけが果汁だとしたら、残りの 80% は一体何でできてるんですか、ということですよね。もうおそらくすごく添加物が入っているはずなんです。で、そういった添加物を多く取ってしまわれると、せっかくその痩せるアイドル水を飲んだとしても、あなたの肝臓にすっごくですね、負担をかけてしまうんですね。で、何が起こるかと言いますと、あなたの肝臓に負担がかかるような添加物を取り続けますと、肝臓が弱ってしまいます。で、結果デトックスができなくなるので、どんどんその脂肪をですね、溜め込みやすくしてしまうということで、結果ダイエットから遠のいてしまうわけですね。ですから、そういった肝臓に負担をかけるような添加物は、もうなるべくカットでチャレンジしてみてくださいね。結果、あなたは痩せ体質にやはり早くなることができるんですよ。さあ、そしてそもそもご質問が、このクエン酸ですね。で、クエン酸って皆さんいかがですか？その頻繁に買うものじゃないと思うんですけれども、私が購入したのこちらです。見えますか？ですね、製薬会社さんから出ている、手軽で簡単に作れる乳酸飲料やシソジュースに食品添加物クエン酸括弧結晶って書いてあるんですよ。で、こちらはですね、食用です。で、すごく注意していただきたいことがあります。で、クエン酸ってですね、お掃除にも使うことがあるんですよ。ということは、間違ってお掃除を買ってしまって飲んだら大変なことに
なりますから、もうここぜひぜひ気をつけてくださいね。必ず食用、食べる用で買われてくださいねということなんです。でこちらを使っていただくと、その、まあ、レモン果汁の代わりにクエン酸は取れるわけですよね、まあ、デトックス効果が高くなるわけです。でこのクエン酸はじゃあどれぐらい使えばいいかと言いますと、私が別動画でアップしておりますそのアイドル水の作り方は、まず材料がその天然水 500ml なんですね。でこのクエン酸はその 500ml のお水に対して約ティースプーン1杯程度、もうほんと小さいスプーンに1杯程度入れると、レモン果汁その小さじ1と、まあ、ほぼ同等の量になります。レモン果汁小さじ1に対してクエン酸もまあ小さじ1、要は同じ分量でいいですよということですから、ご参考にされてください。でただこのクエン酸はですね、このまま召し上がるとものすごく酸っぱいだけです。もう味も香りもないですし、飲めたものじゃないと思うんですね。ですから、まあ、できればその味にこだわらない方はクエン酸でアイドル水作ってもいいと思うんです。ただせっかくでしたら美味しく召し上がっていただきたいと思いますし、肝臓に負担をかけていただきたくないと思っておりますから、ぜひぜひ、まあ、おすすめは天然のレモン果汁ですよね、がベストです。さあいかがだったでしょうか。今回はこのアイドル水の、まあ、酸味料ですね、レモンの代わりのクエン酸はいかがですかというご質問に対してお答えしてまいりました。このチャンネルではこのようにさまざまなダイエット法、腸活法、健康法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録どんどんしていただきましてご参加ください。私とても励みになっておりますし、本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。